はい、どうも、僕監督と申します。本日もウイニングイレブン2017マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。本日はですね、また、日本代表スカッドを作るためにということで、それの第2回ですね。前回ですね、香川、本田、乾、武、清武、岡崎いったかな、岡崎、慎二に、あとは、この辺か。あれどこ行った？あ、宇佐美。4、5、6人ね、紹介していったわけですけれども、今回はね、それプラスまた5人ね、組み合わせを紹介していきたいと思います。長友、吉田、遠藤、ウッチーも行こうか。で、あとハーフな、そのあたりまで行きましょうか。それでは行きます。はい、まず最初の組み合わせですけれども、長友の組み合わせいきたいと思います。所属リーグイタリア、アジア、オセアニア、右足。これで長友確定ですね。星3で、ね、いけるんでね、比較的というか、日本人簡単なんでね。あとはね、ここをね、あと30歳以上、これ僕のやつだか。こっちやる方がね、早くて簡単。30歳以上、年齢、はい。これが30歳以上、これでも長友が確定します。あとはね、スタミナ、瞬発力、レフトサイドバック、ユーティリティプレイヤー。これでもいけるみたいですね。はい、ということで、長友の組み合わせがこんな感じでしたね。ちなみに僕はね、なんかのガチャで手に入れましたね。簡単に、本当に手に入りました。ちょこちょこ実は使ってますんでね。これが長友の組み合わせです。はい、次の組み合わせですけれども、吉田麻也の、ね、組み合わせです。イングランド、アジア、オセアニア、ディフェンスセンス。これでね、50% まで絞れます。100% ね、やる組み合わせっていうのがね、オークションなしではね、無理です。オークションで、所属クラブ、紅白候補リスト。これね、サウサンプトンのね、星さんでもね、手に入れたらね、簡単やと思います。あとはジャパン、日本だとかを、すればいいんですけれどもね、やっぱりこの辺になってくるとね、ちょっとオークション使うのはもったいないかなっていう気はするんでね。こちらの組み合わせで 50% にして、2回獲得してね、やるのがいいんじゃないかなというのが、吉田の組み合わせです。はい。はい、次です。次は遠藤康人のね、ヤットの組み合わせです。セントラルミッドフィルダー、2本、ドリブル。ちなみにこの2本というのだけオークションがやります。遠藤はね、結構、特徴がないというかね、結構オークションなしのねスカウトやったらねかぶってしまうんですよね。なのでこれだけ本当に取らなければいけないです。必要になるというわけでもないですけどね、遠藤が。あとはもしくはガンバ大阪の、ね、所属クラブ、在籍クラブ、ガンバ大阪を取ると簡単なんですけれどもね、どちらもねオークションはやりますね。はい、こんな能力。はい、僕はなんかの、日本ジャパンガチャみたいな時かな。なんかその時にね、多分獲得したと思います。はい。ということで、こちら、遠藤の組み合わせでした。はい、続いて、内田、ウッチーのね、組み合わせ、ですね。その他ヨーロッパ、アジア、オセアニア、ライトサイドバック。で、ウッチーを 50% まで減らせます。はい、50%。もしくは、このライトサイドバックっていうのをね、スタミナに変えることによっても 25% まで減らせるんですけど、こちらの方がね、2人で済むんで、効率はいいと思います。効率はいいですね。はい、こちらもね、シャルケとか取ったらね、すぐなんですけれども、そこまで欲しいか言われたらね、やっぱりちょっと微妙やと思うんでね。できたらやっぱりオークションなしで済ましたいっていうのがねありますね。スカウトが余ってたりしたら獲得するしていくのもね、日本人選手いいんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらがウッチーの組み合わせでした。はい、次の組み合わせです。所属リーグオランダ、地域アジアオセアニア、能力ヘディングでハーフナーマイクが、獲得できます。こちらね、コメントくださった方から、ハーフナーマイクの組み合わせを、知りたいですということでね、今回やらせていただきました。こちらがハーフナーマイクの組み合わせです。70、
その他に、まあ、これが一応 100% になるスカウト、オークションいらずの、ね、組み合わせになります。じゃあこれオランダっていうの見たことないんですけど、所属リーグオランダ本当にちょっと獲得できるかは不明ですが、あとはね、まあジャンプでね 50% ここヘディングのところをジャンプに変えることによって、2人にまで絞り込むことができます。あとオフェンスとかでもですね、まあ正直ね、このチームの方でね、スカウトを落とすっていうのは、僕は確かね、このチーム、ADO バン、デンバーグ、デンハーグかな、ちょっとどっかわからないんですけど、そこのね、スカウトを落としてね、やりました。これと、セントラル、センターフォワード、185センチ以上で、まあ、ハーフのマイクを獲得しましたね。まあ、そこまでね、ADO デンバー、デンハーグって高くなかったと思うんです。まあ、能力的にはこんな感じです。ただね、まあ使ってみた結果、僕はちょっと足元がね、まあまあ、今フォワードとかも揃ってきてるんで、序盤の方を使っとったんですけどね、まあそこまで足元はうまくなかったですね。やっぱりちょっと足元にボールが収まらないというか、なんか、うん、まあ使ってみたらちょっとあれなんですけどね。はい、ということで、こちらハーフナマイクの組み合わせでした。以上でね、今回の、まあ、日本代表スカッドを作るために、後編じゃないな、まあ、第2回ですね、やってきました。それでは試合の方いきたいと思います。はい、それでは対戦相手の方が決まりました。やっていきたいと思います。うちはこのフォーメーションでいこうかなということで、いきましょうか。これで、まあ、両翼がね、ロイス、ペドロ・ロドリゲスがね絶好調ということで、ジェラル・ピケもね最終ラインで頑張ってくれるでしょう。相手は結構メンツいかついですね。OK、いきましょう。レーティングの方777の方ですね。ラッキーセブン、スリーセブンですね。かなり弦がいいということで、これはちょっとクロス警戒しとった方がいいかな。まあいいか。34パーやもんな。では行こう。もう結構、なんやろ、トニー・クロス、もう能力高い選手多いですね。メッシが追ってくるような持ってる。二人をね、共存させてくる感じです。私は、クリオナ欲しいな。今のT、何やったっけ、皆さんこんばんは。本日のマッチはリバプール対ギャンガ、あのガチャ券のクロームまだね、黒玉にできるようになってないんで、生きないんですね。ベストイレブンのやつも引こうかと思ったんですけどね、非常に問題がありました。まず前半見ていきましょう。どうやったっけな、リバプール対ギャンガ、今引いたらなんかあれが引きそうな気するんですよね。ルーズボール、両手失敗。浮きからクリスティアノ・ロナウド、やばいやばい、やばい感じです。縦に走らせます。バルザルディが釣り出されてからのこれ、いい展開ですね。中メッシでギャンガ、手元の資料ではワンツーパスでの通信。おお、ごめんごめんごめん、なんかちょっと今当たってんまる。ちょっと待って、ちょっと待って、うわー、まる当たっただけなんで、まあいいわ、しゃあない。やる気はなかったな今。ボヌッチ、ボヌッチをね、なんか本当に引きそうな気するんですよね僕。危ねえ、難しかったか。もう気も冷やしたで、まあ気が落ちてるなこれ絶対。オッケー、ここは勝とう。結構かかうん、ダメか、ダメか、ちょっと調子乗りすぎた。クリスティアノ・ロナウド奪い返します。あかんて、なんかよくないな、危ないなこれ。裏を狙っていきます。リバウンドマスケラー、オラオラ抜けてくる。イブラヒモビッチに渡る。あかん、あちょっとミスった。届いとったんかいな。もう一つ前に行きたい。なんか全然良くないね、思い切りがないというか。リバウンド
スペース、なぜか、お、イブラで、オッケー、なんと、ちょっと今回来たんかった、おい、おい、ちょっと、なんという当たりの良さ、ラインドラン、おっと、ダメか、モドリッチ、よっしゃよっしゃ、スルーパス、自分で行く、スペースへ出す。もういい形でしょ、クロスを上げる、クリバリね、出力いいでしょ、もうクリバリをね取ろうと思わなかったんですけどもね、いいサイド攻撃でしたね、オークションでね、星2のイタリアをね2万 GP 出します、撫でるようなボールタッチ上げてくる、星2やね、星2リバウンド、あ、ごめん間違えた、あー危ねえ、危ない、ちょいちょい、おい、オッケー、あ、オッケーちゃう、ペペペペちゃうんです、長いフィード前線へ、フィリッペみたいですね、あぶ、おお、まだありますね、チャンス、なんとこのボールはクリスティアーノ・ロナウド、サイドを使います、あ、フィリッペがいい感じで聞いとるな、あれロナウドスペース出ましたね、やめてください、危ない、なんかプレスきついな、何のパス今別にボールを失った後のあれが激しい、これ取られたし、きつい、あれ絶対ゲーゲンプレスみたいについてるな、でもここボール奪われた瞬間くんもんな、めっちゃごめん、ルーズになる、スルーパス、チャンス抜けた、シュート、あっぱ、あかん、やられた、先制、あかん、めっちゃ先制された、リバプール相手に先制点をもぎ取ります、あー結構ゲーゲンプレスって使えないね、低い弾道でね、ちょっとうまく使って振り込みましたね、1対0先制しています、まあこのまま波に乗るのか逆に返されるのか、はい、スタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね、そうですね、ゲーゲンプレスじゃないかもしれんけど、ハードプレスみたいなのが確かあったもんね、それは、これはちょっと、アーチのようなパス、絶好の位置、ほうほうほう、よし、これはいけそう、あが前線へ、この長いボール、オッケー、うん、失敗、ラインゴランから一気に前へ、リバウド、あがー、オッケー、あがー、それ収まる、裏に味方を走らせる、シュートチャンス、上げてくる、どうだ、おおお、何今のウィルシャー、あがー、失敗した、高いディフェンス、絶好の位置で受ける、長いボール縦へ、あがルーズになる、オッケー取った、マスケラ、あー手放ったか、早いなこれ、結果前半1対0でしたしね、はい、それでは今戦のやっていきたいと思います、自分たちのペースに持っていけるかですよね、はい、では引き続き試合をお楽しみください、早々とこの後半始まっています、リバプールとしては早めにペースを掴んでいくためにもこの立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね、なるほど、いかんなほんまに、縦へのボール、このボールをカットします、よっしゃ、これはなかなかこじ開けられない、両翼ほんまに、さあメッシ、ラインゴラン、サイドのスペースを使う、危ない危ない、普通に不利になってたな、オフサイドになりましたけども、最後のダイレクトパス、ゲーゲンプレスなくなってんで、ゲーゲンプレスというか相手のついてるわ、中に入れる、
ッケー、勝った勝った、よっしゃよくわからんクロスで1点取ったぞ。クロスに頭で答えました。取れる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 、トッシャー取ってないやん、もうトッシャー、こっちロイスが走る、ここで追いつきました。もうこのレベルになってくると一つの試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんからね。開かしてしまったのがあったな。確実にものにできた方が最終的に勝者となるんでしょうね。はい、裏へ届くか、でかいでかい、足が長い、ここで丁寧にコントロール、戻りましょう、危ない危ないっちゅうの。長いボールを振ります、ロイス、なぜかスルーパスイブラに、うん、抜いた、来たぞ、ダメか、上がる、おい、なんというクロス、ルーズボール、おい、ごめんって、なんやねんそれ。オッケー、縦にボールをつないでいきます、ロイス、俺出しようがない、イブラヒモビッチ、ボールのこのパス、分かんな、熱戦になってるな、これ燃えとる、おーもう、ギャンガンは先ほどから、あー危ない、これまずいな、危ねえ、思い切って打たれた、怖い怖い、さあどうしようどうしようどうしよう、選手交代の時間帯でしょう、もうある程度押し込まれるのを覚悟でロングカウンターを狙ってるんだと思いますけどね。どうする、イブラを変える、残ってる選手は守備を免除される分、いやー、攻撃時の責任は重たいですよね。もうちょっとだけ、最低でもシュートまで持っていかないとこの戦術は意味がないですね。いやー、どうしようか、イブラちょっと負担がかかりますね。そうですね、変えてまおうか、もう思い切ってな、ここはどうする、ここ、もうちょっと休むか、そこは、行きましょう、あ、ちょっと、ここは競り勝ちます、メッシー、危ないな、大きく縦へ、変えたらよかった。ライン、ご覧裏のスペースを狙う。危ねえな。このボールが繋がります。それやばい。それやばい。だってロナウドだもん。裏へ届くか。こっちもロナウドで。チャンス抜けた。だ。読んでいました。立てず。あと一歩やったな、でも。あと一歩の速さ。これが世界との差だ。モドリッチ。打ってて恥ずかしい。メッシ。よっしゃい。スペースへ走らせる、うわマスケラーノ、クロコにここまで徹してきたマスケラーノが、はよ、はよ、ええわ、ロイスがな、そこまで足早なかった、リバプール決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。なんか分からんけど左でよう負けてる気がする、絶好調とはいえ、ほらちょっとねミスった、おっとルーズボール、何かなってる、このボール危険です、うん、サードナウト、うん、ちょっと待て、ここは大きくクリア、危険なシーンでした、ボールはペドロへ、うわまだいける、まだいける、リバウンド、まだいけててくる、ちょっと無理やな、これは危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応、ペペおじさんに、あ、まずい、おい、どこにパス出して、お前ら、このボールに触ります、待って、やばいやばい、ちょっと待って、ペドロに渡る、何やこれ、裏へのスルーパス、危ない、めっちゃ危なかったな、ロングフィードで狙う、なんとかナインゴランの壁を超えれる、超えれぬ、超えれぬか、超えれぬは、ああ、ここはカットします、出てきました、前線が長いボール、モドリッチ、うん、大きく前線に入れます、あ、オフサイドか、入ったね、入ったな、入った入った入ってもな、
83分、これは譲られへんな。もう向こうもちょっと1人、こっちも変えようかな、最後な。そうですね、非常変えようにもコバチッチになってますけどもね、まだ何かありそうですよね。コバチッチはちょっとあかんもんな、困ったもんね、これほんま。結構セカンドスカットね、スタミナのある前線にスタミナある選手はね、ちょっと不足してるというかね、90だから交代枠はね、3人じゃ足りひんみたいな感じになってくるんですよ、ね、前線へ大きなフィードです。お、なんかアレクシス・サンチェス、アレクシス・サンチェスからロナウド、シュート、おい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 、惜しい惜しい惜しい、右へ添えました。うわぁ、ワンチャンあったな今の、完全な、なんかでかいの出てきたぞ。ここはすぐ奪い返します。ほんま。でっかいやつ出てきたわこれ。リバウンド。組み立てながら攻め上がっていく。クリスティアーノ・ロナウド。メッシ。スペースへ出す。ロナウド。アーチの。あ、やばい。行かれたなこれ。やばいやばいやばい。ああもう。おい。おい、スクイクをしっかり合わせてきたんですが、これは決まりました。死んだ思た。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね。あがとれましたね。ってコーナーやんけこれ。一応固めてますよ。コーナーどうする？もうとりあえずもうやることは一つやね。マークをつけよう。ちょっと待て、マークの付け方が分からん。ちょっと待て。マークの付け方よ。これバルザディやったらやってやられるもんな。守備コンセプト。最悪や。あったあったあった。ね、とりあえずトラオレを見とこうね。はい。びっくりしたな、今。どこに出してる、びっくりした、あんなとこやったん、おい、いけるぞ、もう1点取ったら1点取りに行く、うん、あかんか、ダメか、しかしここまあええわ、後半終了、あ、延長はあんねんな、忘れとった、さあ後半が終了し、はい、それじゃあ、ね、延長戦いきますか。ちょっと待って、ごめん、パスの意欲が弱すぎた。スルーパス、これを読んでいた。ウッチからのパスは通りませんでした。モドリッチ、フィリペ、あんな、ちょっとそれやばいね。クリスティアーノ・ロナウド、オッケーオッケー、こんなんロングスローとか見てくれよ、やりかねんからな。フィリペ、サイドを使う、さあクリスチャーノ・ロナウド、オッケーオッケー、危なすぎるな、しかもマイボールだった、これついてる、縦へのボール、このボールに触ります、長いボールを振ります、復帰、ああ奪われちまった、え、ちょっと待てよ、本気でやってんのか、おいおいおい、危ないキーパー、マジやばかった、裏に味方を走らせる、ロナウドからアレクシス・サンチェス、うーん、お、なんやシュートかい、なんか変なところにボタン当たったな思うて、今シュートかい、抜けてくる、柔らかいボール、あかん、1対1、まあまだまだ後半もある、
こっちの方がちょっと攻めてる感じはしないのかな。何が怖いって、やはりトラオレがな、もう神経ほんまにすり減らされるわ。危ない、待ってくれ、あかん。あと15分です。という間にゲームは再開しています。よいしょい、外してくれた。危ない危ない。最後まで目が離せない試合になっています。足でクリバリ欲しいんよ。イタリア星1でもええねん。イタリアな、それさえ来たらクリバリが手に入るのよ。メッシ、もう一つ前に行きたい。サイドのスペースを使います。やべえな、クリスティアーノ・ロナウド。いい展開ですね。危ない危ない。あー、うわー、マジで警戒しすぎたな。サイドをほんまに警戒しすぎた。延長に入っての勝ち越しゴール。中入ってくるとはな。ナイスシュやこれ。うまいわ、王子様。自分の形に持ってきますよね。なんかこう確率を上げていくようなボールの持ち方しますよね。なんかこの延長後半での失点というのは。勝利抜けて1本抜け出しました。ヤンガンとしては大きな1点が入りましたよね。もうこれで無理する必要はなくなりましたよね。しかしまだ諦めない。前線へ、裏のスペースへ。もういい形ですよ。さあ繋がるか、インターセプト。なんとかならんのか。あかん、勝てんぞこれ。ペドロ、巨大すぎるやろ。このボールをカットします。アレクシス・サンチェス、裏に味方を走らせる。なあフィリペ、ほんまに長い縦へのボール。ラインゴラン、リバウンド、大きく縦へ。どうにかならんか。からロナウド、スルーパスを出す。打つ、オッケー。あー、うるさいなほんまに。これはよく取れました。これな、これな、叫びすぎるな。ここは一つ重要なセットプレーになりますよね。このボールどうだ、どうだ。ちょっとふう、ちょっとちょっと、あがくそー、最後何やれ、何もパスも何もできんかった。前線及びません。前後半、延長も前後半戦ってこのドラマ、しゃあないな。北澤さん、試合の総括をお願いします。リバプールとしては今日はホーム戦でしたから、いろんなことありましたけどね、したかったはずなんですけどもね、残念。ちょっとこうその辺を少し考えすぎたのかもしれませんね。いやー、マジでもうちょっとな、勝ちたかったな。このトラオレさんが出てきた時はちょっともうな。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。トラオレ来るのはそんな気合いじゃないな。接戦をものにすることができませんでした。楽しいから白熱するやん。なんか相手の狙いが分かってる分な。しかしやられてもたな今日は。トラオレにやられたんちゃうで。でもえ、決められたっけ。あ、決められ、え、どうやったかな。もうなんか試合展開忘れてもた。どんなやったか。はい、ということでね、レーティング5も落ちてしまった。はい、ということでね、まあまあまあ今日は負けてしまいましたけどね、またぼちぼち買っていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。